どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はトライストリンガーの生存率を上げる5つの行動となります。トライストリンガーを使っていると必ず直面する問題は生存率ですよね。デスをいかに抑えて相手を倒せるかが大事になります。特に今作のマップの作りや X マッチでのミラー編成によって何かと射程の問題が解消されていることからデスがかさみやすくなってます。そこで今回は敵との対面をしつつ生存率を上げる行動の特徴をまとめていきたいと思います。いずれも後衛視点での話になりますので、弓だけでなく後衛武器でも使えるようになっているのではと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まずデスがかさむ理由について考えていきたいと思いますが、トライストリンガーはある特徴から狙われやすくなっていると思います。その理由は手数の多さから体をさらすことでヘイトが集まりやすいからです。ヘイトというのは敵から憎まれた敵対心ですね。後衛武器というのは射程外からの攻撃による妨害やポジションからの一方的な攻撃など何かと憎悪が溜まりやすい役割です。特に弓の場合は局者による壁裏の攻撃やポイズン、メガホンといった徹底的な邪魔ができるためかなり面倒くさい武器です。ですが接近戦に弱いため処理が遅れたりすると一気に潰されてデスがかさむという事態が起きます。これが理由ですね。面倒くさい相手だけど倒しやすい相手っていうなった場合、皆さんも潰しに行きますよね。そういうことです。それではいくつか生存率を上げていく行動を紹介していきたいと思います。まず一つ目に弓を使う上で意識したいのは体を隠すことです。ですが攻撃するときに人状態になるため難しい課題です。弓に慣れないうちはチャージ時間が長くなって敵を狙いすぎていたり、連射打ちで塗りなどしていることが多くなります。この2つのことを行うと自然と体を隠すことが難しくなってきます。この時にデスするリスクが上がるということですね。体を晒しているので相手からすれば狙いたい放題です。長射程武器なら余裕で狙えますよね。ではどうやって体を隠しながら攻撃するのかという点ですが、遮蔽物右側の活用です。理由はイカちゃんが右利きだからです。イカちゃんはどの武器でも右側から攻撃をします。これを活用することによって体の晒し具合をコントロールします。右半分出ていれば攻撃は可能です。ですが左側の場合は全身を晒さないと攻撃できません。またマップの構造上、出撃場所から左側は基本自陣になります。マップで変わりますが、大体のマップは左が自陣寄りになってます。マップ構造としても遮蔽物の右側を意識すると当たり判定を抑えながら攻撃することが可能になってます。2つ目は敵の端っこを意識することです。これは対面する時の考え方ですね。まずデスがかさむのは複数に囲まれるからです。そのため相手の後衛を意識しすぎて後衛の対角線にいるだけでは敵に囲まれる可能性があります。こうなるとデスしますね。ですが敵の端っこを意識するとどうでしょうか。画像みたいな並びの時に右端から潰した場合、敵後衛の射程を避けながらその他の敵を倒せる可能性が上がります。さらに射程で勝っていれば被弾を抑えながら一方的に攻撃ができる可能性があるんですよね。こういった点から敵の端っこを意識すると被弾を抑えながら対面をすることが可能です。3つ目は移動方法についてです。この方法は前線に上がるときに重要なことです。ポジションと弓のメインの特性を活かせます。移動方法ですが、前線に上がるときというのはどのように動いてるでしょうか。基本的に最短ルートで移動するかと思います。ですがそれだと移動が相手に丸見えの可能性があります。せっかくのチャンスを潰される可能性があります。そこで重要なのが壁を使ったルートを考えることです。スプラには多くの壁や障害物が存在します。それに隠れるようにイカ移動をすることによって、相手の視線から逃れながら前に出ようという方法です。それだけかと思われるかもですが、意外と前に出るときやられますからね。またこれは前に出るだけでなく、敵の後衛の攻撃を避けながらポジションを取るときにも有効です。移動といっても目立ってはヘイトが上がりますからね、要注意です。4つ目はオブジェクトとの位置関係です。オブジェクトはガチホコ、ヤグラ、
エリア、アサリなどの対象物のことです。基本的にルール関与できるときはしたいですが、敵との対面中などは位置関係が生存率に大きく関わります。できればオブジェクトを挟んで味方と敵の中で一番外側を維持したいところです。理由は敵を味方と囲み込むためです。この位置関係が生存率に関わります。矢倉市場の矢倉ルートで考えていきたいと思います。矢倉の周りの状況というのは常に円を描くように敵と味方でオブジェクトを囲んでいきます。この状況で敵を倒した時に攻め上がる、または逃げるとしたらどの位置が一番動きやすいでしょうか。外側ですよね。さらに射程を浮かせば外側から味方のカバーもできます。逃げるにも全体の後ろ側なので逃げやすいんですよね。要は端っこを取ることによって味方と追い込みようができるということです。さらに逃げ道も確保している状態です。有利な位置というのは攻めやすいだけでなく逃げやすいのも大事かと思います。2つ目はポジション周りの塗りですね。これは自陣や敵陣の有利ポジション周りで言えます。正直 X パーが低くなればなるほどポジション周りの塗りというのはかなり雑になっていて侵入がされやすくなります。意外とこれされると自陣まで侵入されて動けなくなりますし、タースまでの時間もかかってしまいます。最悪デスも重なります。これを未然に防ぐためポジションを取った時に周りや移動経路を塗っておくという方法になります。ちょっとしたことですが、スプラは塗り状況が変わるだけで有利不利が大きく変わりますので、これはとても大事なことです。なんなら塗ることでスペシャルポイントも貯まりますし、逃げる際の妨害にも使えますからね。5つの生存率を上げる話をしましたが、トライストリンガーならではの落とし穴ももちろんあります。これは攻撃の圧という特徴がなくなるという点です。トライストリンガーの強みは手数の圧力です。ですが生存するために隠れすぎたりしていると全く圧がかからなくなります。今回紹介はしましたが、多少のリスクを負いながら攻撃の回数は維持できるような工夫は必要になります。はい、ということで今回ここまでとなります。トライストリンガーの生存率を上げる5つの行動はいかがでしたでしょうか。今回は生存率を上げる方法となりましたが、基本的なことから応用といった感じになります。もちろんすでにできているという方もいると思いますが、質の違いがあるということも覚えててもらえるといいかと思います。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。